驚異的なアシスト能力を最大の武器としてレミアリーグとサッカー界のトップクラス上り詰めたケビン・デブルイネだが、持ちアシストだけが全てではない。その精密極理ないキックは自らネットを揺らすために力を発揮する。今シーズンの欧州サッカーはダゾーン。いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し、セチュー、ヨーロッパリーグ、L 公式ツイッター赤、ウントでは、デブルイネがボルフスブルク、俗時に記録した、スーパーゴールを紹介してる。2014年10月に行われた、L グループステージ D、戦での一撃だ。左 CK からのクロスがクリアされ、ボールに反応した、デブルイネは、エリア主、右側で落ち際に合わせて、ダイレクトで右足、一閃。ボールは、美しい直線を描いて、ゴール前、密集を切り裂くようにネットに突き刺さ、当時23歳のデブルイネは、まさに選手として、大きな飛躍を遂げようとしていた時だった。部、面で活躍を見せながらも、チェルシーで、意を味わい、ドイツに戻って、ボルフスブルに加入。だが、この2014-15シーズンにはブンデスリー新記録となる21アシストを叩き出してボルスブルクを2位に導き、ドイツ年間最優秀選手も輝いた。マンチェスターシティの一員とで再びプレミアリーグの舞台に立つと、そこらはもう止まらず、イングランドでも歴代最多のアシスト数を記録して年間最優秀選を受賞するなど、名実ともに同世代最高の選の一人としての評価を確固たるものとした。ページ、動画、この弾道はまさに芸術品。ドイツ、飛躍した、デブルイネのスーパーゴール。